痛く明日はお休み。うちの会社別にね私服で全然いいんだけど、私服でオフィス行くのがなんか飽きちゃって、最近はスーツを着ております。プラス俺なんかスーツよく似合うって言われる人なんだよね。とりあえずお風呂に入ろう。お風呂上がりました。どんぶりに米、ただのお豆腐、大好き大量の納豆、完成じゃーん。なんか残飯みてえだな。いただきます。MBTI 診断っていうのあるじゃん。俺も何回かやったことあるんだけど、今日ね勤めてる会社の人事が突然聞いてきて、まあ俺実際主人公なんだけど、何回やっても主人公なんだけど、あ俺主人公っすっていうのすっげえ恥ずかしくって、なんか嫌じゃん。でも俺何回やっても主人公だし、実際それ俺でめっちゃ当てはまってるのね。で逆に言えば、もし診断結果が主人公以外だったらすっげえ嫌なの。だって俺自分のこと主人公だと思ってるから、他の誰よりも俺は自分のこと幸せだと思ってるし、俺はこの世界の主人公だなって自分のこと思ってるし、もうなんか頭おかしいんだよな俺って。まあもちろんいろんな人がねいるわけで、みんながみんなもちろん主人公になるわけでもなく、でかなりパーセンテージで言うと低い、珍しい人らしい主人公は。皆さんもやってみりゃわかると思うんだけど、誰しもが主人公になりたいんじゃないのって俺は思ってて、確かに生きてたらさある程度自分より何もかも優れてて、こいつにはかなわねえ、こいつこそ主人公だなって思うやついるんだけど、少なくとも自分のことを主人公だと思いたいとはみんな思ってるんじゃないかなと思ってて、逆に思わない人ってどういう生き方をしたらそうなるんだろうっていう、ほんとマジバカにしてるとかじゃなくて、純粋になんでなんだろうっていうのすっげえ気になる。まあ、僕はほんと生粋の主人公型みたいなんですね。確かにやりたいこと全部やるし、正しいと思ったことは全部実行するし、これはみんなにもよるけどすっげえ正義感が強くて、助けてあげたいと思う人がいたら、ぶっちゃけその人がもういいと思うところまでもう踏み込んじゃったりする。もうそれでもういろいろね、まあ失敗したことも多いですけど、俺多分予想だけど主人公の人は主人公同士がぶつかるんじゃねえかな。例えばの話、同じ部署に2人主人公いちゃいけねえと思うんだ。まあ、そんなわけで MBTI 診断久々にやったけど、主人公ってやっぱ俺は出るんだなーって話です。ぶっちゃけ診断結果が主人公であることはすっげえ嬉しい。最初にも言ったけど、だって自分のことを主人公だと思ってるもん。